前の話が途中で終わっちゃったんで、とりあえず適当に喋り始めてみますけども、どこにお金をかけるかっていう話ですが、欲しいものがある、それを入手するにはお金が必要、そのために働いてお金にまず代用させて、そのお金で物を買う、お金が目的じゃなくて物を買うためのとりあえず一旦全てのものに変換するレベルの大きさの量の金額というものに置き換えるために、働いてお金をと交換して、でお金と物を交換して欲しいものを手に入れる。お金が目的ではありません。欲しいものを買うために人間は生きている。食べたいものを食べて、美味しいものを、より美味しいものを食べるために人間は生きていくと。でその中で、例えば、どこにお金をかけますかって話なんだけども、もちろんギターを弾く人間にとってはギターにもお金は本当はかけて、本当はかけたいんだけども、例えばね、ギターが欲しくて欲しくてたまらない、すっげえ欲しいと思った人にとってね、10万円のギター買えると思うんですよ。別に買えなくはないと思いますよ。まあ中学生小学生じゃないとして、高校生でもないとして、本当にギター好きだったら10万円は出せます。それでそうでしょ。だって車が数百万する、家というものが数千万円する、もしくは家賃というものが10万円ぐらいはする、安くても、まあ人によるけど、1ヶ月家賃に10万円払える人は1年間で1本ギター10万円の、それは買えると思うんですよ、いろんなことに節約もしながら。で、まあ1万円のを買う人はやる気がないっていうふうに言うつもりはないんですけども、最初にまだ弾けるかどうか分かんないから、お試しで1万円のを買ってみる。でそれで、1万円のギターというものの状況を知る。でその後に他のもっと5万円とか10万円とか、なんか20万30万するギターはどんなんなんやろうっていう、次への憧れのステップとしての階段の一番最初の階段が1万円でも、別にそれは構わないと僕は思います。で例えば僕の環境で言うとですけどね、まあもちろんギターを買うのにも含めて、エフェクターとかスピーカーとかアンプとかオーディオインターフェースとか、まあもちろんそれを使うパソコンとか、そういうものももちろん買っていかないといけないわけですよ。で生きていく術の中で、そして僕がやっていきたいことも含めて、アコギも持っとるし、ウクレレも持っていますと。他にもマンドリンも弾けるし、バラライカとかも持っている。でいろんなレコーディングの時のためというか、まあおもちゃみたいな笛とか、こんな笛とかこんな笛とかこんな笛とかこんな笛、ね、いろんな叩くパーカッションとかカスタネットとかピーって鳴る笛とか、もうありとあらゆるそういう音になるものってのはものすごい数を持っています。でそれは職業上で使うっていう可能性と、持ってないといざ何かの時に必要だって思った時に持ってないといけないものってのは山ほど、まあ僕みたいな職業もしくはプレイヤーとして身を立ててる人たちっていうのは、そういうものはいっぱい持ってるもんなんですよ。でその中のいろんなものにお金を使っていかないといけないところで、結構割とやっぱり大切なのは、もちろんパソコンの中に入れるソフトとかそういうのも大切なんだけど、マイクロフォンなわけですよ。アコギとかを録音するときに、まあ LINE で録音してもいいんだけど、なるべく生音で録音したい、そういう時に使うマイクロフォンっていうのに、ギターと同じぐらいの金額はかかるんですよ。それはでエレキギターを LINE で録音するっていう場合に、まあ、今例えばアンプシミュレーターっていうのが流行ってて、ケンパーとかね、そういうなんかそこそこ高いアンプシミュレーターってものをもう売ってるんだけども、僕はどっちかって言えばアンプシミュレーターは別に3、4個あればよくって、
で僕がもっと重要視しているのはスピーカーシュミレーターなんですね。アンプってのはまあこういう普通のね、なんかまあ見えないか普通のギターアンプ鳴らしてそこにマイク立ててそれで録音すれば一番いい音するんだけども、自宅ではそれはできないからアンプシミュレーターというものがある。もしくはいろんなアンプ、マーシャルとかフェンダーとか、例えばジャズコとか BB とかいろんなメーカーのいろんなサウンドの特色があって、それを出すようにするためにアンプシミュレーターってものがあって、それもそこそこ、まあ、僕らみたいな人は持ってたりはするんだけども、僕はスピーカーシミュレーターの方に重きを置いています。ものすごく高いそういうものを買ってくるわけじゃないんだけどね、じゃないんだけど、要は演奏力でしょ、演奏力があるでしょ。でそいつをアンプから自分の好きな音で出力させるための技術、腕前、それも腕前やけども、でそれを、スピーカーから鳴ってるように感じさせるようにラインでも作り込む能力、そしてそれを録音する術、そういう術が4つとも、その術を入手することには本当はお金はかかってないわけ、でもかかってるわけ結果的にはお金はかかってるわけよ。いろんなギター買いました、いろんなアンプ使ってみました、いろんなアンプシミュレーター買ってみました、いろんなスピーカーシミュレーター、持ってます、録音してみました、あかん、録音し直します、あかん、録音し直しますってことを何回も何回も何回もやっていけばそういうものは身につく。だからそこにもお金は使っているけども、その現実的なものとしての術の最終段階を使うものはお金じゃなくって時間とか経験値とか積み重ねとか考え方とかトライ精神なわけですよ。そうするとどっちかといえばギターそのものに関しては、ものすごくいいギター1本持ってればそれでやっていけるかっていうと、やっぱり故障したりなんかこうちょっと違うとかいう、なんか少し違うみたいなことってのはいっぱいあるわけじゃないですか、各ギターごとに。ってことはどう考えても5、6本は必要なわけですよ。まずギターそのものが、エレキギターだけで5、6本は必要、アコースティックギターでも5、6本は必要、ウクレレも5、6本必要にはなってくるんですね。もしこれが壊れたら代わりがないっていうその状況に陥ったらね、弾けなくなっちゃうわけだから、1本じゃダメなわけですよ、持ってる楽器がさ。でさらに言えば、僕の職業は、どっちかといえば人前に出てってライブをバンバンやってプレイするっていうんじゃなくって、ギターってのはこういうもんですよ、こういう風にすると上達しますよ、音楽を考えるという、音楽の持ってる楽しさっていうのはここなんですよっていうのを皆さんにお伝えする職業なので、そこに必要なものっていうのはギター1本がうんぬんじゃなくて、いろんなところにお金はかかることはかかるし、ギターだけ弾いててもその術は身につかないんですね、結局ね。まあ旅行に行ったり、いろんな映画を見たり、いろんな音楽を聴いたり、テレビも見てネットも見てっていう、両方とも見ていくみたいな、片っぽだけ見ていくわけにはいかない、両方見てって自分で判断するっていうところが必要になってきます。少し話がそれますけど、僕はメガネをしています。目が悪いので、メガネをしています。コンタクトに仕掛けたけど失明しかけたので、コンタクトは諦めてメガネです。これは必需品なわけですよ。朝起きて顔洗ったらメガネをはめて、そっから夜お風呂に入るまではずっとメガネをかけっぱなしで生きていかないと生活できない人間なわけですよ。と多少ねこう言っちゃちょっと語弊があるかもしれないんだけどね、目が悪いわけじゃなくって視力はいいけど伊達メガネをする人の方がいいメガネ買ってたりするわけよ、高いメガネを買ってたりするわけよ。でそれは別に悪いことでもなくて、僕はそれで構わないと思ってて、僕は
一日中メガネをはめてないといけない生活必需品。そうなると一生涯それも続く、死ぬまでそれはやり続ける、そして何年かに、何個かのメガネは買い続けていかないといけないと。そんなにここにそんなにねお金かける気にならない。まあまあこれ実はニューメガネなんですけどね、これね、わかりますかね、わかりますかね、このライトのせいでわからないかな。お、ついた、ついた、はい、これは、ね、今回ニューメガネの茶色い四角いメガネ、もう一個アンディ・ウォーホールっていうメガネも買いましたけど、こういうのを安く買う方法っていう動画はまたいずれどっかで。何の話だっけ、何の話だっけ。まあ一応ねこうメガネも洋服も、今日パンダです、今日パンダ、パンダコパンダコパンダ、キーが違った。僕の中で思うことって言えば、こんなものは生活の一部、洋服もズボンも靴も靴下もシャツもメガネもギターも、あ、ギターもある意味では生活の一部であって、それプラスこれはファッションであっていいと思うんですよ。ギターも、まあ、あのメガネ巻きっきにしてってね、巻きっきのメガネ売ってないんだけど、ものすごいデーハーなメガネ買ってくるとね、あのメガネ屋さんでこうお試しではめるとね、いけすかない業界人風になるから、あの似合わないっていうか、こういう顔にはなりたくないな、な顔になっちゃうから、比較的僕はメガネは割とおとなしめなメガネで、ギターとか服は割とデーハーな方に向かっていくんだけども、ギターもファッションでいいんですよ。とりあえず見た目というものはお客さんが見ていただく、例えば動画でも見ていただく、そこにあのギターかっこいいな、あのギターダサいなっていう、そういう感性は各自そのものを持ってていいわけですよ。僕も思ってますよ。毎日ヤフオクを見てたとて、ダッセーこのギターって思うギターはあるわけですよ。それはあっていいんですよ。このギターは嫌いだなっていう嫌いなものがあってこそ、このギター好きやっていう好きなものっていうのが、それは嫌いなものに相反する好きなものっていうのがあって叱るべきであって、まあそれは音楽もそうなんだけど、その自分の好きなもの、より好きなものの反対側には嫌いなものがある。そして、例えば今ね、僕が30本ギターを持ってたとしても、次のギター何色が欲しいかなって考えるのが楽しいわけだから、その考える中で嫌いなギターっていう色とか形とか雰囲気とか、そういうもので嫌いなものは別にスルーですから、見ませんから。で他の方がもしこのギターかっこ悪いと思ったって、僕は気にしません、まるで気にしません。なぜならば This is my fashion なわけです。これは自分が好きなファッション、自分の好きなギターで、それで人が何て言おうが僕には関係ありませんという、そういう一本の幹があって、そっからの枝っていうものは、あのいろいろ枝は生えてるわけでも、枝しか生えてない木はないわけ。絶対に一本の幹があってから枝が生えてるわけ。こうやって枝が生えてるわけ。そういう価値観でいくと、ギターもね、器用貧乏に ならない方がいいんじゃないかなとは思います。いろんなことができる。ジャズも弾ける、ロックも弾ける、ブルースも弾ける、ボサノバも弾ける、なんだ、クラシック系も弾ける。いろんなことが弾ける人なんて目指さなくていいと思います。一本の幹があれば、そっからの枝はなんちゃってでもいいんですよ。それは器用貧乏を目指すとね、結構じゃあ本当のど真ん中のそれは何でしょうっていうところがね、粗雑になっていく。僕は一本の、もう僕はロックギターしか弾きませんって言いながら歩いていくタイプの人間なので、例えば僕がジャズを弾いても、
ボサノバを弾いてもそれは全部なんちゃってです。なんちゃってギターで、全てのことは僕はできなくって全然構わない、平気だと思っている。早弾きなんか別に何のってことも別やけど、こうあんまり早弾きに興味はないです。それよりも間がいっぱいあるファンクギターの方が好きだったりしますし、それは、好きであるっていうものが強いってことと、嫌いだっていうのが強いものって、今 あのジャズとか それは嫌いなものじゃないですからね、嫌いな方じゃないですかね、嫌いな音楽のことは僕まだ口にしてませんからね。そういうこともあってですね、ギターだけが全てでもないし、いろんな機材もいろんな経験値も生活の中でのその人その人の生き方とか、毎日の過ごし方とか、本当はギターは完全にギターは性格が出ますから、絶対に出ますから。安いギターで始めると続かないと思いますっていう意見を時々耳にするんですけど、いやいやいや、世の中のほとんどの人が最初に持った一本は安いギターですよ。それは他の楽器の人だって。じゃあ全てのプロピアニストは生まれて最初に触ったピアノはスタンウェイだったんですかってことになりますね。全てのプロギタリストは生まれて初めて持ったギターは100万円のギターだったんですかってことになるから、いやチャーさんだってギャバンとかで始めてるしね、昔のっていうか、有名なギタリストっていうのは大体昔のベンチャーズとか聴いてモラレスとかその辺のギターから始めて、で徐々に高いギターに行くわけだから、それはさ、憧れが強ければギターに対して本当にギター弾けるようになりたいっていう気持ちが強ければ、最初に持ったギターが安かろうが続きます。で続かない人は僕の動画にたどり着きません。挫折した人はこの動画を見てくださってる方々っていうのはまだギターを続けてる人なんだから、まだギターを続けてる人が安いギターでギター始めると続かないと思いますって言ってるのは、それは想像にしか過ぎないんで、20万のギターと40万のギターどっちがいいんですかって言われたら、正直別に変わんないと思います。僕はもうね、20万と言わずとも15万超えたら大体ギターは大体もう、そこから先は好みの話、なのでね、いろいろ1万円のギターとか5万円のギターとか10万円のギターを比べて弾いたりはしてますけども、欲しいギターっていうのはそれは好きなわけだから、別にいくらであろうが欲しかったらそれを目指せばいいんですよ。それは憧れたんだったら、例えばジェームス・タイラーってギターに憧れた、あれ欲しいと思った、だったらそこは目指していいわけですよ。そういう憧れがあって音楽を始めてるわけだから、僕たちは誰かの演奏を聴いて憧れてギターという手段を買いに行くわけだから、その憧れたものを目指すってことはギターを入手することでゴールじゃないですよって話。憧れた音楽があって、憧れたミュージシャンがいて、そこに憧れに近づきたいと思ったからギターを買って練習してその人に近づくんだから、それが憧れだから、そういうことをしていることに、夢中になっている、いい加減な気持ちで途中で投げ出さない、その精神力が結局出したい音を出せる人になっていくモチベーションでもあり原動力でもあり、こいつが高いものを買ってくればその音が出るんじゃなくって、それに目指そうと思う、憧れようと思う、ここがいい音を出してくれるです。